やってまいりました。今回ね、あの西側に来ております。だいぶ昔ですけど、昼間にね、あの蚊があのスピちゃんと釣りをしたと思うんですけど、ふらーっと歩いて釣りをしてるやついるかね、いろいろね調べてみたいと思います。何やられてるんですか？あ、どうもじゃあ今ちょっと釣りしてて、なんかうなぎがいるっていうのを。そうですね、ちょっとまだ当たりないんですけど。いるということで、この川に餌はミミズで、あの重りをつけて今、ちょっと待って一緒に やらせてもらっていいですか？あ、どうぞどうぞ。今日うなぎを釣るんで、やっぱりこれでいきたいと思います。あの餌は、このミミズ、ちょっとビッグサイズなんですよ。元気ですね、このミミズは。やっぱミミズは晴れの日より雨の日の方がやっぱり気がいいイメージ、ね、そうですね、気がいいですね。ジメジメしてるんで。そうなんですね、結構バス用の竿で釣るっていうのは、はい、こうやって本当細かいところも、うん、あそこ、うん、今溜まってるじゃないですか、うん、あそこを狙おうと思っててもこうやって、なるほど、美しい、綺麗に、結構本当、あ、かかってますね、うん、めちゃめちゃちっちゃい。あ、来てますね。針大きいのにこんな、なんかギギっすね。ギギっすね。ギギ、なんか関東の方ではゴンズイというやつなんですけど、便利だね、なんと彼をやってきたと。今から仕掛けてみます。でも竿がないのでもう手でやります。糸を持って手釣りで。あ、来ましたね。行きました。あ、うわ、本当だ。釣れました、釣れました、釣れました。これは濁い？濁いですね。いろいろ釣れました。これ結構大きくなるやつですね。そうですよ。50ぐらい。そうですね。はい、こういう感じで、ね、なんか結構やっぱこう釣れるみたいですね。まあ結構ね、条件がいいかなと。これ見てください、ライトアップしてる。まあ、ライトアップするとやっぱこう、そこにね、やっぱ魚がめがけていくみたいな感じだし、今雨降ってるんですけど、このちゃんとね、ループがあって絶好のね、釣りスポットじゃないかと。その西側でうなぎを狙ってみたいと思います。そうですね、ちょっと気になってたんですよ。なかなかそういう人が見なくて。ああ、いや、いないですね。そうですね。しっかりしてください。はい、ありがとうございます。あ、来ました。これはなんだ、なんかな、ウグイかなんかわからんけど、ハエかなんかわかんないけど、はい、そうですね。唐揚げにしたら美味しそうですね。美味しい。引っかかったみたいですね。目の前に地球を釣りました。私はスキーを釣りました。帰ります。今日はちょっと難しいかな。川の流れ もう雨によって強いんで、まあ、これをね釣った魚で、そうです、どうするかと、まあ、食べようかな。近くにね知ってるお店があるんですよ。そこでちょっとさばいてもらおうかな、はい、アポなしでちょっと行ってみようかな。はい、この近くにもしかしたら素揚げしてくれるかもしれないです。わかりました。
カツがあるとね、油があって揚げてくれるかもしれない。これ西側の魚じゃなかったら本当は絶対わかんないやつ。西側の魚って言われんかったら絶対わかんないやつ。わかんない。ごっついっすよ。ごっついっすね。これがあ、でも美味しいよ。牛側の魚って臭いかなって思ったけど、実際は全然臭くなくて、はい、大丈夫でも大丈夫骨がでも多いよ。初めはちょっとこの揚げた感じで香ばしい匂いがしたんですけど、ちょっと今匂い嗅いでみたら、やっぱりちょっと西側独特の匂いが、初めの香ばしい匂いと勘違いして食べてしまう。ボケです。タイトルは、釣りボケにして。今日はここまで。ありがとうございます。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。